両チームともに3連勝で迎えた J1 第9節浦和レッズと北海道コンサドーレ札幌の一戦です。ペトロビッチ前監督が再三に戻ってきました。まずこれが前半15分、橋岡の折り返しに武藤、まあ、お互いに非常にコンパクトな中で、ね、あの攻防が行われていたので、まあ、ワンタッチでここは一つクロスを入れるといういいアイデアを出しましたね、はい、狭いところを通してきました。で一方前半は札幌ではこの三好が一つ起点にもなってました、はい、まあ、ギャップで受けて、でドリブルもしましたし、まあ、このシーンの他にももう一本なかなか強烈なミドルは打ちましたから、はい、守備でもまあイエローカードをもらいましたけども、それだけ逆に言うと強度を出して守備もしっかりもらいましたね。20分のコーナーキック、柏木ミヤを使って流れたところ、決定機でした遠藤。両チームともに良いキッカーがいるというところで、まあ、セットプレーも注目でしたけども、やっぱりそういう決定機というところまではつながってますね、はい、これはクソンユンビッグセーブ、はい、さらに34分、右サイドの折り返し一旦クリアされましたが、長澤が拾い、そして岩波が絡み、シュート打ってもいいんじゃないかと思われる場面なんですけど、逆に言うともうその場でよく見えてたっていう証だと思うので、武藤の方が少し想定外だったかもしれませんね、はい、まあ、岩波からするとより可能性が高いのは武藤へのラストパスであったと、はいはい、エンドが変わって後半です。これはオフサイドになりましたが、柏木から興梠、まあ、中盤の脇のところからうまく進入していきましたし、もうちょっとだけ早く出たんですけども、裏の取り方もやっぱり上手ですよね。ちょうど2人のセンターバックの背後に出ていきます、はい、オフサイドでゴールは認められませんでした。74分、前を向いた長澤、まあ、興梠のポストプレーからまあ、近い距離の長さに渡したんですけども、まあ、右に持ち出して左の方向に打つという意味では少しキーパーの目線をずらすやろうというアイデアも感じましたね、はい、まあ、ディフェンダーの股下を狙いました。76分は菅内輝のクロス、こぼれ球に兵道、やっぱり良いタイミングで質の高いクロスが入ると、はい、クリアがなかなかしきれないという、まあ、典型的なパターンだと思いますけどね、まあ、お互いに良さがあり、で柏木曰く、まあ、良さを出させない守備があり、